はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第238回でございます。今回テーマが好きな言葉嫌いな言葉っていう、これ結構前にリクエストもらってたやつなんですけど、ちょっといいタイミングだったんで今回ねこれをテーマにさせていただきます。まあよかったらね最後までお付き合いください。ではでは、まあきっとみんな自身に、まあ前聞いてくださってる皆さん自身にもこう好きな言葉とか嫌いな言葉とかあると思うんですよ。もしよかったらねちょっとコメント欄とか書いていただけると個人的にすごい気になるんで聞きたいなっていうのもあるんだけど、まずどうしようか、好きな方からいきますかね。で、好きな言葉に関しては、いっぱいあるんですよ。多分、皆さんも一個じゃないと思うんですけど、まあ、その中でも、ちょっと昨日のね、昨日ちょっとサブチャンで上げた動画にちょっと関連するもので行くんだったら、まずは塵も積もれば山となるっていう言葉。これはもうほんと小学校の時に親に教えてもらって、で、そっからすごい好きなの。まあ、ずっと好き、この言葉は。そう。で、そのね、きっかけになったのが、今回ね、この動画の最後にリンク貼っとくんで、サブチャンの動画なんだけど、その、1円玉とね、5円玉を親にちょっともらって、こう集めてたの。そう。で、貯金箱っていうかペットボトルみたいに集めてたんだけど、で、集まって、で、親にこう、換金っていうか、両替してもらえるって教えてもらったから、親に連れてってもらってさ、行ったら、8000円ぐらいになったんだよね。1円玉と5円玉だけで。まあ、貯めるのはすごい時間かかったんだけど、その時に、で、こういうのを塵も積もれば山となるって言うんだよって、小さいものでも集まったらすごいことになるって、努力とかもそうなんだよみたいなのを教えてもらって、親に。で、あ、それかっこいいなと思って、でそっからね、ずっと大事にしてる、それは。そう。だから、努力とか、例えば人への信頼とかもそうだと思うんだけど、いきなりさ、ものすごい成果が出るって、まあそういう方もいらっしゃるんだけど、で、俺はもうね、そういうタイプじゃないんだよ。本当に、コツ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 やらないと何かの成果を得られないタイプの人間で、もうずっとそう、人生。だから、なんかさ、なんかやったとしても、成果がすぐ出てこないんですよ。で、成果が出てこない。勉強もそうだよね。成果が出てこないと、なかなかさ、モチベーション上がらないし、やっても意味ねえんじゃないかなって思うわけ。で、まあ前どっかで話したかもしれないけど、自分は中学入った時も、高校入った時とか、大学入った時も、最初のテストすごいこけてるんですよ。テスト、まあ大学は勉強でこけたんだけど、本当にもうなんか全然ダメだよ。でも、こう、最初はね、ちょっと腐りそうになったんだけど、もうやってもしゃあねえじゃん、みたいな、なっちゃったんだけど、でも、やっぱり人生ね、自分の人生ずっとその塵も積もれば山となるっていう言葉でこう、支えられてやってきてたから、こう、コツコツやって、ものすごい成果は出せないの。なんかめちゃくちゃすごいね、みたいな。すっごい頭いいね、みたいなのもならないんだけど、でもまあ、なんだろう、そつなくこなすじゃないけど、それなりのところまではいけるから、なんかすごく大事にしてる。YouTube の活動でも同じ、それは。かな。それがまず一個。好きな言葉だし、大事にしてる言葉ですね。で、あとは、そのね、まあまあ、これもね、これよく話すけど、生きてりゃなんとかなるっていう言葉。生きてりゃなんとかなるっていうね。で、これは、もののけ姫っていうさ、ジブリの映画があるじゃないですか。で、ワンシーンで出てくるんですよ。多分ね、相当もののけ姫好きな方じゃないとピンとこないと思います。すごい主役級が話す、アシタカとかサンが言う言葉じゃないので、そう、すごいチラッと出てくるんですけど、それを初めて見たときに、もう自分はその言葉がすごい衝撃で、どう、なんか、自分のために言ってくれたんだ。多分タイミングもあったと思うんだけど、でそっからすごくいいと思ってる。まあまあまあね、こう、なんか自殺願望とかさ、そういうのがあった人間だから余計なんだけど、そう、生きてりゃなんとかなるっていうの言葉、すごく大事にしてる。それもね。あとは信頼とかさ、そういうね、なんか、単語的なこともいっぱいあるんだけど、まあ、それ多分話すとさ、すんごい時間になっちゃうから、まあ今回はそうだね、塵も積もれば山となるっていうとこと、あとはまあ生きてりゃなんとかなるっていうことはすごく大事ですね。自分の中ではね。で、嫌いな言葉も、まあいっぱいあるんですけど、こう、そうだね、今回言おうと思ったのは、無理。無理っていう言葉。いや、言っちゃうよ。言っちゃう言葉ある。あるけど、まあ、何かするときにさ、もう無理だよとかさ、自分には絶対無理とかあるじゃないですか。で、自分もさっき言ったように言っちゃうんだけど、でも、諦めることも大事。絶対に。すべてのことをこう追っていくのは厳しいから、諦めてその分違うところに力を費やすってことは絶対大事なことなんだけど、でも、逃げるためとか、そのポジティブな無理だったらいいの。俺の中で。多分これはね、みんな自身の感覚なんだ。無理を使った瞬間のね、ポジティブな無理はいいんだけど、基本的に無理ってネガティブのが多くって、そう、ネガティブな無理は絶対にしないっていう、言わないっていうふうには思ってる。そう。
自分の限界を決めるために言う無理とか、サボるための無理とか、っていうのは使わないし、まあよく自分が生徒に言ってたことだけど、まあ言うじゃん。中高生、まあ特に中学生ってすごい使うんだよね。無理っていう言葉をよく使ってて、例えばテストでね、こう、まあ俺個別指導にいたからさ、まあよく話すじゃん、1対1で。で、何点目標にするみたいな。で、俺かなり上の目標を掲げさせるからさ、は、無理だし、みたいな。でもこっちは、賞賛があって言ってるの。そこまでいけると思って言ってるから、もう無理って言うんじゃねえよ、みたいな。で、そこでちゃんと、じゃあなんで俺はこの点数って言ったかっていうと、こういう風に考えてて、ここをこう抑えればこうなる可能性があるでしょって。で、それをちゃんと伝えて、生徒自身が、そっか、いけるかもって思わせたらこっちの勝ちなんだよね。まあ、勝ちっていうか、この、それが仕事だからさ、いけるかもって思わせれば。そう。でも、それを無理のまんま言っちゃったら、どんなに頑張っても無理なんだよね。そうそうそう。だから、無理って使うことが悪いとも思わないし、さっきね、使ってんじゃねえよって。まあ、仲いいからそういう言葉遣いで言うけど、そのなんだろう。なんだ、こう、みんなに対しては、いや、使ってんじゃねえよとは思わない、別に。使うし、俺もね。そう。ただ、使う場面を選ばないと、本当に自分の可能性を狭まってしまう。無理っていう言葉はね。そう。だからね、あんまりっていうか好きじゃない。そう。で、自分も、なんだろう、人生いいことばっかじゃないからさ、こう、モチベーションじゃないな。気持ちの面でも落ち込むとき、うまくいかないときってあるじゃん、やっぱり。その時って出やすいんだよね。無理っていう言葉とか考え方が。そういう時に、はって思う。ちょっと自分を第三者目線でね、違う自分がいる目線で見て自分自身を見た時に、無理って思ってるよって。諦めてるよ。違うよって。そう。で、俺自身ね。そう。今諦める時じゃねえぞ、みたいな。のを言ってやって、もう一回奮起させる。やるだけやってみようぜって。やらないで無理はねえだろ、みたいな。そう。やるだけやって、で、無理だったら、それはそれでいいと思う。なぜなら、やるだけやった後の無理には、次の道が見えてるから。そう。だから、この道は無理だったな、じゃあ違う道歩いていこうっていう。そう。ただ、歩くことなく、その場から移動することなく無理って言ったのは、道が見えてないから。そう。ただ単にこの道行きたくないなっていうので終わっちゃってるからさ。まあそうは言いたくないなっていうのもあって、まあいっぱいあるんですけど、嫌いな言葉もね。まあひとまず今回はその無理っていうね、言葉を、まあ言わせてもらいました。そうっていうような感じです。はい。まあみんな最初にもね、言いましたけど、みんな自身にもきっと好きな言葉、まあ大切にしてる言葉とかもあるだろうし、嫌いな言葉とか言わないようにしなきゃいけない言葉とかもあると思います。で、まあみんなをさ、その俺自身と被せるっていうのも悪いんだけど、おそらく嫌いな言葉、嫌い、言いたくない言葉とかって、実は自分が言いがちだった言葉にすることもあると思うんですよ。だから、嫌な言葉を自分が使ったり考えたりしてるから自己嫌悪みたいなね、落ち込むっていうことも多分あると思うんだよね。でもそこって結構付き合い方の問題で、さっきの自分もそうだけど、言ってしまったり考えたりすることをへこんじゃったらさ、いちいちへこんじゃうから。だからそこをバランスをとってさ、いや、考えるのはいいと。いいって。でも考えてもいいけど足は止めるね、俺。っていうのが俺の発想なの。無理って思った時のね、足は止めるなって。そう、ひとまず歩けっていう。まあそれはね、みんなに当てはまるかどうかは置いといてになるけど、これからね、みんながどんどん成長してって、で、今はね、まあいろんなことを吸収する時期だからさ、学生の時っていうのは、いろんな人と出会って、いろんな考えを吸収して、いらないものは捨てて、必要なものは受け取ってっていう、そういう時期なのね。で、それが、まあ大きくなっていって、まあ会社にも入っててなって、だんだん年を重ねていくと、まあ受け取る側から与える側に変わっていく。みんな自身がね。で、その時に、みんなが今苦労したり、悩んだりしたことが、絶対に生きてくるんだ。逃げずにいた人はね。だから、なんかそういう風に生きてってほしいなっていう、思います。これは俺の勝手な願望なんですけど。はい、という感じです。はい、では今回は、ハイチのダラダラジオ、第238回、好きな言葉、嫌いな言葉というテーマで喋らせていただきました。今回もね、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。まあ、途中で言いましたけど、この動画の最後ね、サブちゃんのリンク貼っとくんで、よかったらね、見てみてください。で、まあ、そろそろ、てか、あれかな、ゴールデンウィーク。でも、学生はあれか。2日間に入りますけど、まあ、3連休、4連休があったりすると思います。他の動画でも話しましたけど、とりあえず、ゆったりしたりとか、遊んだりするのも全然いいんですけど、生活リズムだけ、崩さないようにしてください。まあ、一番は体調崩さないのが大事なんですけど、いいゴールデンウィーク、過ごしてくださいね。はい、という感じで、じゃあまた次回お会いしましょう。それじゃ、なんか最後おかしいな。ありがとうございました。